ユージーン・リチャード・マイケルは MLB の元野球選手、監督。アメリカ合衆国、オハイオ州ケント出身。ニックネームはスティック。現役時代は隠し球の名手と知られ、5度記録している。高校卒業後に進学したケント州立大学では、野球の他にバスケットボールもプレーしていた。1959年、ピッツバーグパイレーツに入団。C クラスのグランドフォークスチーフスでプレー。1960年はチーフスで、プレー後、A クラスのサバンナパイレーツに昇格。1961年は D クラスのホブスパイレーツに降格。1962年から1963年は B クラスのキンストンイーグルスでプレー。1964年から1966年まで AAA 級のコロンバスジェッツでプレー。1966年6月15日のシカゴカブス戦で代走として出場し、メジャーデビューを果たした。1966年12月1日、モーリー・ウィルスとのトレードで、ボブ・ベイリーと共にロサンゼルス・ドジャースに移籍。1967年11月30日、ニューヨーク・ヤンキースに移籍。1975年1月21日、ヤンキースを放出され、2月1日にデトロイト・タイガースに入団。10月22日、タイガースを解雇される。1976年2月15日、ボストンレッドソックスに入団するも、プレーすることなく5月4日に放出され、現役を引退した。現役引退後は古巣、ヤンキースで、コーチに就任。1980年から、ヤンキースの GM に就任。1981年には、監督に就任したが、シーズン途中で解任。後任にボブ・レモンが就任した。同年に起こった50日間に及ぶストライキの影響で GM を辞任した。1982年、ボブ・レモンが開幕14試合目で解任され、後任として監督に就任。オフに辞任した。1986年のシーズン途中にシカゴカブスの監督に就任。1987年のシーズン途中に監督を辞任。1990年、ヤンキースの GM に復帰。他球団のスター選手を買い占める方針からファームで選手を育てる方針に変更。就任中にマリアノ・リベラ、アンディ・ペティット、デレク・ジーター、ジョージ・ポサダなど後にヤンキースのスターとなる選手を獲得した。その結果、1994年はリーグ史上最高成績の成績を収め、ヤンキースの黄金時代を再び作り上げた。1995年オフ、ストライキの影響で GM を解任され、スカウトに移動。2003年、シニアアドバイザーに就任した。2017年9月7日、心臓発作のため、フロリダ州の自宅で死去。79歳没。ありがとうございます。